どうも、こんばんは、井上です。今回は東京ぐるりインボーク、新しいイベント俺を失望させないでくれの難易度 A ですね。アタッカーだけでクリアが条件なんですが、まあこれでとりあえず行こうぜって。何があるか分かんないからね、難易度 A っつっても、まあ、適当にアキラ選んでるけど、アキラ以外選ぶもんないでしょ。最近はなんかあんのかな。音がでけえ、耳がいて、音がでけえ。とりあえず2匹を貯めていく方向で。え、嘘、マジか。こんなに脆いの。え、まだこれ、私がやろう。ちょっと待って、やらかすぎる。 A だよなこれ。ここか、マジ、ここか、ここか、マジやらかすぎん。な、青切り下っ端やらかすぎん。マジかな、こいつ怖っ、怖っ。こいつ待って、まあ、こいつ待って、フライヤーパンパンしてんだけど手で。そうなって、ほんと怖いですよ。ここか。あ、でもまあ硬いね。あったり、これあったり。僕が行こうか。ぶっ飛べ。ここか。たまっかな、これたまらなくても。ここか。こうやって、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 こうやって終わるんだけど、ちょっと待って、これはね、早すぎた、ごめんなさい。アタッカーだけでいきましょう、終わったら。難易度 A、 難易度下がった、日本語おかしいけど。難易度 A の難易度、何、ぬるくなった。さすがになんかあれすぎるな。ちょっとね、さすがにあれなんで。アタッカーでしょ。アタッカーって最近誰が熱いのかな。アタッカーウイさんが熱い最近。そんなことない。それとこれはキャラ的にあれなだけかな。アタッカーで熱そうなのは誰なんだろうな。皆さんのおすすめのアタッカーを教えてほしいんだが、まあせっかくだし、ここちょっとなんか引き当てられなかったウイさんで行くか。でここ金木に変えりゃいいんでしょ。育成進んでねえんだよな。まあこれアタッカー限定、ブレイカー、まあブレイカー限定だと いけねえな、まあ、ディフェンダー限定とか来た時に即座に対応できるように最低限のキャラの育成を終わらせないといけない。今さっき使ってたパーティーのキャラの育成はまあほぼほぼ終わってる、破壊の区域、破壊の区域は何だっけ。しょうがねえな、コーヒー回ってねえけど、とりあえずね、これはね、マジかよ。ここか、ここか。アキラじゃねえからそこそこあれかなって思ったんだけど、さあこれ、もろい。まあ多分ここら辺はパパパパ早く片付きすぎだろ。もちろん粘れ、怖っ。はい、これで終わりかな。これでね、難なく楽勝すぎて気が抜けちまったぜ俺の思ってることを2匹が代弁して言ってくれたんだが、楽勝すぎて気が抜けちまったぜ。本当それなんだよな。はい、え、今何、このアタッカーだけでクリアとかで条件クリアすると、SRO ラッパー3個もくれるの。てかさ、SRO ラッパーが最近ちょっとあれじゃん、ぬるくなったじゃん。てか最近始めた人って言おうと思ったけど、最近始めた人いるのかどうか分かんないけど、 SRO ラッパーさ、最初クソ渋かったじゃん。つってもここ2ヶ月、もうほんとまだリリースされて3ヶ月とかそんな話なんだけどさ、どこで見れるんだっけ、アタッチメントって。まあいいや、これで見るか。 SRO ラッパーさ、だって今 何分の何なんだろうか分かんないけど、めちゃめちゃ余ってんだって何もしてなくても溜まっていく。ただイベントを消化してるだけで。どうすりゃいいんだこれ、誰に食わせりゃいい。もう食わせるやつがいないんだが。図鑑久しぶり見たな。というわけで今回は何してたんだっけ、俺を失望させないでくれよ。なんか初めて2回行ったんですけど、まあ楽勝ってことで、どうせ S 来るんでしょこれ。S に期待しましょうね。はい、
S だとまあまあもう少し硬くなってるんじゃないかな。というわけでお疲れ様でした。私が実況動画でお会いしましょう。